ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ああ、最高だな。そんなに目をキラキラさせてどうしたんだ？アイドルよ、キャピキャピしてて可愛いしもう目の保養になるのよ。確かにアイドルは可愛いな。でも、表には見えない大変な思いもしてるんだろうな、って最近すごく考えるわ。そうだぜ、アイドルもアイドルで大変なんだ。そうよね。例えば、グラビアモデルの仕事だな。え、グラビアモデル？そうだ。アイドルで人気が出ると、いつかはグラビアモデルの仕事が来るようになるぜ。水着を着て写真を撮ったりするのよね。アイドルとは関係ないんじゃないの？確かに直接的なつながりはないぜ。でもやっぱりファンはアイドルのグラビアモデル画像を求めているからな。ファンの需要に応えないといけないのね。ただ踊って歌うだけではアイドルは務まらないんだ。それは大変ね。じゃあ今回はアイドルのヤバすぎる実態6選を紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。最初に紹介するのは牧野マリアさんだぜ。おお、モーニング娘。の人ね。牧野マリアさんはモーニング娘。の12期メンバーだ。いろんな愛称があったよね。ファンからは、マリア、マリアン、ラブリン、マリア様などと呼ばれているな。ちなみにイメージカラーはピンクだぞ。なんだか明るい印象でとても好きだわ。実は、牧野マリアさんはモーニング娘。10期メンバーオーディションに落ちているんだ。そうなの、あんなに可愛いのに。3次審査までは進出したらしいぞ。そして、11期メンバーオーディションにも落選したぜ。なかなか厳しいものなのね。だがこの時にダンスを評価され、ハロプロ研修生に加入が決定したんだ。ハロプロ研修生って何かしら？これは女性アイドル集団のハロー、プロジェクトでデビューを目指す研修生だぜ。ハロプロの卵ってことね。そういうことだ。実際に本人もハロプロ研修生時代で一番成長できたと言っているぜ。しっかりと環境から得られるものを身につけたのね。さすがだわ。そして、モーニング娘。12期メンバーに加入したんだ。やっぱりアイドルの裏には大変な努力が隠されているのね。そんな牧野マリアさんは22歳でグラビアモデルの仕事が入るんだ。ついに来たわね、アイドルの一つの壁。もちろん、仕事を断ることもできるぜ。でもやっぱりファンのためにとか思うんだろうな。まあ、たとえ嫌でも断れないわよね。そうだな。そして牧野マリアさんは仕事を了承し、初取り下ろしグラビアモデルを出したんだ。というか22歳って若すぎるでしょ。スイムウェア、ニット、ドレスなどの全衣装白で、かなり清楚感の高い写真だったぜ。これは全国の男の子たちが喜ぶだろうね。そうだな。それからも何度かグラビアモデルの仕事をこなしたぜ。もしアイドルがグラビアモデルの仕事を断ったらどうなるの？別に何もないぞ。ただグラビアモデルの仕事で新しいファンが定着する可能性があるんだ。なるほど、新規ファンを獲得するための仕事なのね。まあ、あとはやっぱりファンサービスだな。それもありそうね。だから仕事を断ったからといってもアイドルとしての活動が終わるわけではないぞ。これは安心だわ。ちなみに、他のモーニング娘。のメンバーもグラビアモデルを出しているぜ。そうなの？北川莉央さん、森戸千咲さんなど、多くの人がグラビアモデルをしているんだ。もうアイドルのグラビアモデルが当たり前になっているわね。グラビアモデルアイドルと変わりないよな。次に紹介するのは、前田敦子さんだ。もう知らない人はいないわよね。そうだな、前田敦子さんは2004年頃の渋谷で、アイドルのスカウトを受けていたんだ。道で声をかけられるなんて当時から可愛かったのね。でも、学業に専念していたため芸能活動には至らなかったぜ。そうなの？断っちゃったのね。でもその後、当時のスカウトマンにより、AKB48 オープニングメンバーオーディションを紹介されたんだ。おお、これがオーディション参加のきっかけとなったのね。そういうことだ、そしてオーディションに見事合格したんだぞ、さすがだよな。間違いない、さすがだわ。それからは順調にアイドル活動に専念するぜ。この時の大島さんとのライバル感が好きだったわ。共に競い合った仲間って感じがするよな。特に、AKB48 選抜総選挙ね。そうだ、第1回総選挙で前田敦子は見事1位を獲得するんだ。これは嬉しいだろうね。でも、第2回総選挙の1位は大島優子さんが選ばれたぜ。ライバルは強いわね。そして第3回総選挙だ、1位に輝いたのは前田敦子さんだったぞ、取り戻したんだ。すごい、1位奪還ね。これは AKB48 史に残る名シーンだよな。私のことは嫌いでも、AKB は嫌いにならないでください。ってやつね。そうだ、みんなの印象にも強く残っているだろうな。金太郎さんが真似をしていたわよね。確かにやっていたな、ネタにされるほどの名シーンということだ。そんな前田敦子もグラビアモデルの仕事をしていたの？まあ前田敦子というよりも AKB48 のみんなだがな。え、どういうこと？これはファンサービスで行われたサプライズだ。どんなサプライズだろう？ AKB48 総選挙スイムウェアサプライズだ。おお、最高じゃない。
そうなんだ、ファンからしたら飛び上がるほど嬉しいだろうな。そりゃそうよ、だから AKB48 のほとんどって言ったのね。ただ、このサプライズはどの期でも行われているんだ。つまり、AKB48 に入るにはグラビアモデルは必須なのね。そういうことだ、人気メンバーならなおさらだな。じゃあどうして前田敦子さんを紹介したの？まあ、AKB48 の中だったら誰でもよかったが。やっぱり前田敦子さんのグラビアモデルが一番気になるだろ？だ、確かに気になるわ。そういうことだ、ちなみに指原莉乃さんや真由由さんもグラビアモデルを出しているぜ。本当にみんなスイムウェアは大丈夫なのね。むしろ NG の方がレアだな。次に紹介するのは、寺本莉央さんだ。日本を代表するモデルじゃない。モデル以外にも女優、タレント、グラビアモデルアイドルなどをしているぜ。すごい幅広く活動をしているのね。幼少期にキッズモデルを経験して以来、この仕事を続けるしかないと思ったそうだ。芸能界に行くのは小さな時から決まっていたのね。でも、本格的な芸能界入りのきっかけは中学生の時だぜ。何かあったの？舞台に出演していた友人が周りの目に留まったんだ。なるほど、負けてられないって思ったのね。そうだ、そして寺本さんも徐々に人気を獲得していくぜ。ミスヤングマガジンを受賞したこともあったわよね。2018年だな、それ以降グラビアモデルで大活躍をしているぜ。早速グラビアモデルデビューなのね。そうだ、でも寺本莉央さん自身グラビアモデルの仕事に対する抵抗はなかったらしいぜ。そうなのね、それなら問題はないわ。私にできることであれば何でもやりたい、という気持ちらしいぜ。なんとまあ誠実。それに、普段からビーチに遊びに行ってスイムウェアになっていたらしいからな。なるほど、そういうプライベートが体制を作ったのね。そうだぜ、そして、グラビアモデル公開後さらに人気が出始めるんだ。おお、グラビアモデルの需要が高いのがわかるわね。人気の理由はなんといってもこのボディだな。すごすぎるわ。同じ女とは思えないよな。なんだか自分に自信がなくなってしまいそう。大丈夫だ、ほとんどの女性の自信がなくなるだろうからな。パワフルボディとはこのことを言うのね。さらにグラビアモデルの仕事は一回にとどまらず、ついにはオフショット動画まで公開しているぜ。すごいわね、こりゃ人気にもなるわよ。このまま日本を引っ張っていってほしいな。次に紹介するのは小室さやかさんだ。シンガーソングライターね。元だけどな、他にも元女優であり、元グラビアモデルアイドルでもあるぜ。確か、名前を変えたのよね。そうだぜ、旧芸名はこの花さやかさんだ。ツイキャスを見たことがあるわ。不定期で行っているからな、音楽に触れたのは幼稚園の時らしいぜ。早いわね。音楽好きの両親の影響だそうだ。そして中学の頃にはダンスや歌、高校ではダンス同好会を立ち上げたぜ。活発な女の子だったのね、尊敬するわ。そして、受験終了後に本格的に作詞を始め、金髪で路上ライブを開始するぜ。すごすぎる、かっこいいわ。それからも活動を続け、女優業も始めるぜ、そしてついに。グラビアモデルデビューね。そうだ、漫画誌や週刊誌に次々と登場したぜ。これは日本中が熱狂。実際に、天使すぎる、可愛い、などといった声が上げられたぜ。どうやったらこんな色気を出せるのかしら。そんなことは知らないぜ、ところで霊夢、グラビアモデルをしたいのか？え、どうしてそうなるのよ。なんだかさっきから羨ましそうだぞ。そうかしら、まあ確かにチヤホヤされるのは羨ましいけど。安心しろ、霊夢にグラビアモデルの仕事は巡ってこないからな。そんなことわかっているわよ。次に紹介するのは、ババフミカさんだぜ。有名な女優さんね。そうだ、ババフミカさんは10歳の時にキッズ劇団に所属、15歳までレッスンを受けていたぜ。芸能界に入る人は小さい頃から何かをしている人が多いわね。そうだな。初めてのモデル業は14歳の時だぜ。え、早すぎるわよ。地元の路上でスカウトされ、地元フリーペーパーのモデルをするんだ。スカウト、いいなぁ。スカウトされたいのか？少し憧れがあるわ。大丈夫だ。霊夢はスカウトされることはないぜ。さっきからひどいわよ、スカウトくらいありうるでしょ？家に引きこもっている霊夢には無理だな。う？そして高校在学中に女優デビューを果たすぜ。おお、順調に歩んでいるわね。2016年には週刊プレイボーイの表紙を飾るぞ。すごく順調ね。ちなみに霊夢、モグラ女子という言葉を聞いたことがあるか？あるわ、確かモデルやアイドルの分類の一つよね。そうだぜ、マスコミでグラビアモデルを行うモデルに対して造語が頻繁に使われるようになったんだ。その時に私は知ったのね。そうだろうな、そしてババフミカさんはモグラ女子の代表的な人材となるんだ。ということは、この時点でグラビアモデルデビューをしているのね。そうだぜ、グラビアモデルデビューは2015年だな。私はわかってしまったわ。何をわかったんだ？芸能界の女性たちはみんなグラビアモデルをしているのね。そんなことないぜ。そうかしら？
橋本環奈はグラビアモデルの写真集を出しているか？あ、もっと知識をつけてから発言してくれ。でもどうして橋本環奈はグラビアモデルを出さないの？理由はわからないけど、出す必要がないんだろうな。確かに、現時点で超人気だもんね。そうだな。よくうまく避けたと思うぜ。最後に紹介するのは大原優乃さんだ。天才テレビくんを見ていたわ。レギュラー出演していたもんな。大原優乃さんは女優、モデル、ダンサーとして活動しているぜ。ダンサーもしているの？そうだぜ、ドリーム5というユニットのダンス担当メンバーをしていたんだ。それが芸能界デビューのきっかけなの？そうだぜ、ドリーム5は妖怪体操第一などの人気コンテンツを担当したんだ。おお、社会現象にもなったわよね。そんな大原優乃さんもグラビアモデルデビューを果たしているぞ。きっかけはどういうのなの？週刊プレイボーイのグラビアモデル枠を担当することになったんだ。なるほどね。これはインターネットでも話題になったぜ。童顔と健康的な肉体、最高ね。そしてグラビアモデルで大ブレイクした大原優乃さんは、2019年に黒髪美人大賞を受賞するんだ。すごい、そうやって人気を獲得していったのね。そうだな、他にもカバーガール大賞なども受賞したぜ。YouTube もしていたわよね。よく知っているな、2021年に公式チャンネルを開設したんだ。妖怪体操第一のダンスを見たわ。もしあの時にグラビアモデルの仕事を受けていなかったら、こうなっていなかったかもしれないな。そうね、グラビアモデルは恥ずかしがらずに受けた方がいいかもね。やっぱりグラビアモデルの力はすごいぜ。間違いないわ。ということで、アイドルのヤバすぎる実態6選、終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。